皆さんこんにちは、堀かすみです。さあ今日は後輩の立川くんが準備している横からお届けしたいと思います。ちなみに今何を準備してるんですか？今はレース結果の、原稿作りをしております。急にオンのテンションで喋り始めたからびっくりするじゃん。大丈夫ですよ。なるほど、ありがとうございます。さあ今日のウィニング競馬はですね、ウィニング競馬じゃないですね、フライング競馬ですね。今日のフライング競馬は福島9レースの予想を行います。まあ、的中率高いですからね、皆さんもちょっとこれは、ぜひ参考にしてみてください。そしてウィニング競馬は、当たるとちょっと注目の特集ですよ。今までね3回当たってますから、ちょっとここまで当たってきてるので、特集 VTR にも注目してぜひご覧ください。そしてウィニング競馬延長戦は小倉最終レースの予想を行います。斉藤さんとキャプテンさん一生懸命予想してますので、皆さんもぜひご覧ください。ではこの後のウィニング競馬、フライング競馬、ウィニング競馬、そしてウィニング競馬延長戦、今日も盛りだくさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんだそれツッコミ入りました